クエンカはエクアドル中南部にある都市。アスアイ県の県と。標高は約2500メートルでアンデス山脈中の谷に位置する。正式名称はサンタアナでロスクアトロリオスでクエンカ。丸石で舗装した道路等のある境界、大遺跡や漆喰の建物が植民地時代の雰囲気を醸し出している。街の歴史的な状態がよく保存されているため。 ユネスコの世界遺産に登録された。2000年現在の人口は417,632人。この地にはカニャーリ人による都市、グアポンデレグが500年頃に建てられた。スペイン人が到達する50年ほど前に、カニャーリ人はインカ帝国に征服された。トゥパックインカユパンキは、クスコに匹敵する都市の建設を命じたが、 スペイン人に征服された時はすでに廃墟となっていた。1557年、スペインの探検家ヒル・ラミレス・ダバロスがクエンカを建設した。都市の建設は、クエンカ出身のペルー副王、アンドレス・ウルタドでメンドサに委託されたものである。建設の目的は、この地域の農業と行政の中心地とすることであった。都市計画は、カルロス一世が示したガイドラインに沿っている。 都市の発展はゆっくりとしたもので、建設当初の町並みを保ち続けた。19世紀になって産業が発展し、木稲と麦わら帽子の生産が盛んになった。隔絶された地域であったため、近代化に脅かされるようになったのは1950年代で、ある。1982年に町並みを保護、復元する計画が作成された。2013年現在、 生活費と税金が安いため、約4000人のアメリカ人の高齢者がこの町へ移住しており、老後合成かつ優雅に過ごしている。主な産業はパナマ棒の製造。1860年パナマ棒の製造が法律で強制されたことにより普及した。1999年、クエンカの建築物はサンターナでロスリオスデクエンカの歴史地区として、 ユネスコの世界遺産に登録された。典型的な内陸部の植民都市であり、建設当時の都市計画に沿った街並みが400年間保存されていることが評価された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。